化資源、食料や鉄鋼、石炭などの資源は算術級数的、つまり足し算のようにしか増加しないと言っている。そのため人口増加は大衆の貧困を生むものであり、これをなくすためには三次制限以外に方法はない。要するに子供を作るのを制限しろと言ったわけだが、これに対してカール・マルクスが資本論の中で反論し、資本主義社会の貧困は必然的なものであって人口増加だけによるものではないと言った。まあ今となっては両方ともいろいろと論理的に無理が多くて難しい部分もあるんだが、発展途上国の中には人口増加があまりにも生活資源の供給とかけ離れている場合、一時的に出産制限を設けることがある。例えばカンボジアなどでは1日に飢えで死ぬ人が何十人、時には何百人と出るんだ。せっかく子供が生まれても食べるものがなく父も出ないような状態なのだ。私たちと同じぐらいの年の子なの。学生服着てて、そう、それでスニーカーは白いんだけど靴紐は黒。そう、そうなの。前に何回か見たことあったんだけど。顔、顔は？顔覚えてる？わかんない。あの男の子のこと考えると頭痛くなるの。だから見ないようにしてたの。あの子、どうして？10年くらい前、あそこの踊り場のとこから落ちて死んだ子がいるんだって。暗い子だったらしいよ。いじめられて落ちたって話もあるんだけど。寂しい。あの子がそう言ってるような気がするの。助けて、寂しいよって。最近私がやるちゃんとばっかいるから太鼓とか変なこと言ってるらしいんだ。でも気にしなくていいからね。平気、頭痛い。治った変なやつ。ねえ、あの男の子に会いに行かない？え、私あの子の声が聞こえるの。助けてって。私嫌だからね。まみちゃんお願い。なんで矢野ちゃんだけに声が聞こえるのよ。変じゃない？わかんない、わかんないけど、でも私あの子の気持ちがわかるような気がするの。私絶対行かない。Thank you.